伏見稲荷の山道で紅葉に癒される京都旅アットランダム。穴場の稲荷。伏見の稲荷は行くところが多すぎて迷ってしまいます。山道をぶらぶら散歩して紅葉に癒されます。鳥居の少ない道を歩きます。清滝から山科へ抜ける道がありますが、清滝までは行かずに、朝の散歩ですから紅葉を楽しんで適当なところで戻ってきます。新たな景観が楽しめます。伏見稲荷の見たい眺めが広がります。このルートはあまり多くの方々が行かれるような山道ではありませんが、伏見稲荷の穴場です。信仰している方々がお通りになる以外は、トレッキングや走っている方々を見かける時が多いです。この参道は馴染みのある人たちが通る場所なのです。Thank you.
ご視聴、感謝いたします。この動画を見て、気に入っていただけましたならば、グッドボタンを押して、チャンネル登録をお願い申し上げます。